ネタを持ってこなさすぎたのね、うん、ドローンはどう？私を待たせてる。どうも、何そのお笑いみたいな入り方。何そのお笑いみたいな。私待ってた今。すいません、チュッパチャップしてるよ。お願いします。食え、チュッパチャップして。よろしくお願いします。タピオラヒロでございます。はい、あのちょっとつけば取れてきたのでさっさと終わらせます。メガネが曇りますよ。曇ったら全カットです。タピオラヒロさんはなんで YouTube やられたんですか？もともと大学時代に映像関係を勉強してたので、はい、そのまま YouTube を映像の趣味としてやってたんで、ずっと続けてます。素晴らしい、本当に素晴らしい。あとなんか質問ある？私にないんかい。ないんかい。メガネ曇ってきてるで。ないんかい。ちょっと諸事情でちょっとマスクつけないといけないんで、ちょっとメガネが曇ってるんですけど、ちょっとつけま取れてきたと思っておりまして。俺つけますぐ取れるから。これね、化粧ね、何分かかった？5分、10分、35時間マジですか？水止まったわ、ちょっと35時間水止まったわ。水の入ってた、水の入ってたわ、ちゃんと。チュッパチャップしたらいいの？リアルに食べていいですか？いいよ、それ、でも1000万ぐらいするの。剥いちゃっていいですか？皮まで剥いたらいいですか？皮剥いて、ちょっと剥いて、刺して皮剥いて。おっそ、剥くの一瞬で剥けるでしょ、ピッてやったら。どうやるんですか？ピッてやったら剥けない、これ、ピッてやったら。本番中に食べるの？チュッパチャップス。ありえない。チュッパチャップスを本番中に食べようとしてるよ、この人。やばくない？マジで。え、なんか質問ないの？まさま、なぜ言うてるの？まさこよ、私、まさこ今日は。まさこ。まさこさんはなんで YouTube をやり始めたんですか？目立ちたかった。以上。人気者になりたかったってことですか？別に人気者になりたくない。ただ目立ちたかった。いい、これだけ。OK です。他は？あと15個ちょうだい、質問。ちょっと厳しい質問ですね。厳しい質問なの？ 15 個ですか。うん。ないの、なんか。お仕事で大変だったかと思って。もう全て。マジ。全て以外何もない。厳しいですね、マスコさん。厳しいの？この本では。ほら、本番中に LINE になるんだよ、この人。やばくない？本番中にピコン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 になるんですよ。すいません、前のことで知らせてます。うん、もうそれね、あの、失格と言って。登録者どこ伸びた？登録者と、まあ、いろいろショート動画で、うん、1日10人ぐらい伸びてますね。へぇ、別に興味ないよ。ちょっと辛口ですね。え、辛口ですね。違う、腹が怒るだけ。腹黒まさこですね。違う、黒、それね、引っかかるから黒原まさこにしてくれ。引っかかるからね、マジで。腹黒とか言ったらマジでテストの部屋からクレーム来るから、やめてもらっていいと思います。黒原ね、黒原ですね。第1回目のゲストだよ、今日。黒原まさこ、よろしくお願いします。本当だよ、何回もしかもしかし言うんだよ、この野郎、本当に。いや、喋ってもネタがないですよね。なんでネタないの？なネタですね。とかやるから早く喋って、やるから。ちょっと本当に、ちょっと本当つけま限界来たから。つけまがね、もめにさ、ちょっとさ、ネタ分なさい。そんなね、アシスタントにやってどうすんだよ、本当に。どっちさんじゃねえよ、自分で考えるんだよ、ネタは。ですね、最近の面白事情とかありますでしょうか？あ、俺？今でしょ？日頃の。今でしょ、これ。今ですか？今が面白い。撮影してるってことが面白いですね。そう。このね、ネタを考え出したら、そう。最近の女性事情はどうですか？ないです。女に女はいないです。あ、なるほど。そう。マスコさんですか？今は、そう。まさこさんがね、もう腕を置いちゃってるから、こうやって
回にしてはちょっと僕が話さなさすぎて大変申し訳ないです。いや大丈夫大丈夫。ドローンはどう？ドローンは最近は飛ばしてないです。飛ばしてないの？何飛ばしてないの？釣りに行く機会が少なくてですね、あ、大体釣りに行った時にドローンを飛ばすので一石二鳥。そうなんだ。何飛ばしてるんじゃん最近？ピーレット何飛ばすの？昨日一日2回も。あ、白いちょっと、はいはい、白い雪がちょっと、あ、雪が降っちゃった。ベッドに舞い降りました。あ、ほんと。ティッシュで読めてないのかな、ティッシュ。あ、ティッシュ用ティッシュで押さえましたけど。あ、押さえた。無理だった。トイレに流しましたね。おばあちゃんこれ見たらマジびっくりするよ。大丈夫です。マサトさんのチャンネルで乗っかるんで、多分見ることはないと思う。ね、おばあちゃん宛てにこれ送るからね、この人。送ってるマジで。ビデオテープの嘘を送ってきて、VHS 見てっていうのがありますね。はい、DVD 流さないから、おばあちゃん。マサトさんは、そうか、女性ですから。そうなんです。死ぬの飛ばさないんですかね。そうなんですよ。父買ってるって言うから。どうか。死を。何何死をは。何しようって。何しようって。何しようって。死をは。ピー入れてもらって、ここが。あ、合わせた方がいいと思う。合わせた。そう、3回くらい合わせた。あ、なるほど。なるほど。やっぱり、濡れてて入りやすいですね。そう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 。そうそうそう石鹸の方だよ。石鹸。そうだよ。それを口から吹いたんでしょ、石鹸3回も。間違えたら、リソープ飲んじゃった。下の話になると、ちょっとテンションが上がってしまうんで。あ、ほんと。申し訳ない。ちょっと P が多くなるかもしれない。ほんとでも、これ、全巻の方して。じゃあ次は何の仕事するの？今。給食で映像クリエイターを目指すか、お今ドローン関係のアマチュア無線と陸上撮影無線技師が持ってるので、うん、その免許を持ってるので無線機のちょっと機械を販売するちょっと会社に勤めようか今考えてるので映像系か無線機かっていうそのどっちかちょっと今考えてるんですね。無線機は何に登場するのだよ。いや、盗聴というか、無線機は海外の人と話したりする。すごい。ちょっと、父親が無線機をやってるので。あ、父親無線機やってる。趣味で無線、アマチュア無線をやってるので、うん、アマチュア無線やってるので、ちょっと。あ、それに乗っかってて。乗っかって、ちょっと父に教えてもらいながら、やろうかな。うん、さっきチン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 うるせえよ。あっちの方も悪いんでね。そうそう。うん、いいよ、さっそく帰ってちゃってください。ありがとうございました。ありがとうございました。あったね。えい。あったね。早くごめんね、またね。またね。ちょっとすいません。ごめんなさい、ちょっと。あ、じゃあ、全部冗談だからいいよ。大きいなんで。いや、ちょっと。全部冗談だから。うまく喋れなかったんで。うまく喋れるってちょうどいいの。うまく喋られたら困るんだよ。逆にね。ごめん。